一回高橋茂雄と書いてみようかな俺。あ、人の名前書かはることすごいいいですよ。ほな僕ヤギ娘で、うん、反対に書かはった方がいいと思います。昔の高橋、あ、普通の高橋言いますよ。あの、あんま書いてないから、なんか繊細なんやろね。結構バランスが、ここ口いんねん。そう、口が。どこ、ここに口いんの、はい、いるやろ。なんかでも俺もなんか、うん、雰囲気が。俺なんで死んねんやろ、こんなんお化けも。亡霊みたいになってるやんか。なんかお前のこと感じて、お前な、字で遊ぶなって、お前これ好きでしょうがないね、かんまよって。恥ずかしいですよ、名前一個取ってめちゃくちゃ難しいですね。まあ、せやけどね、私のお稽古ってね、プロになってもらうためのお稽古違うし、もういや、いや吉になったらもう書く嫌になりますやん。せやさかい、もう違うことしましょうか。続いてはお祝いや感謝などのし袋の表紙をおしゃれに書いてみましょう。まずね、あのお手紙でもポチ袋でものしでもそうですけども、あげはる人を考えるんですよ。プレゼントと一緒ですわ。これやっぱりあのジムの会費を持ってくる。ただのジムの会費やないか、それ。やっぱり今日別にけど、これは銀行振り込みちゃいます。手渡しで会費渡されるの嫌やで、ジムの人も。振り込み、今は振り込みでしょ、大体。で、先生はそういう周りにね、ちゃんと感謝する気持ちで相手が喜んでくれるやつを書かへんかったら怒りはるわけですよ。だ、例えばこういうね、こういうのとかですか、先生。僕はもっと出したかったんですが、周りとのバランスって。いや、だからまあまあ、ギャグで、はい、いや、もらいにくいから、これとかどうですか。領収書生産お願いします、8月分ってことです。そんなんは、だいたいね、やっぱり月末まで出さないとダメなんで、これに領収書誰に渡すつもりなんですか。マネージャーです。そんなんは書かへんわ。いや、これちゃんと先生が嫌だって。紙だってもったいないもん、そんな紙かけないやつもあんのに。いや、だからこれをほんまに嫌がってみます、先生。次教えてください。次こそ真面目にやります。次やります。次こそ真面目にやります。はい、はい、というわけで、贈り物にメッセージを添えてオリジナルののし紙を作ることに。いいなぁ。お手紙とか書くん恥ずかしいときはここにメッセージをボンと入れて、いつもありがとう。なるほど。どなたにあげはるかとかでまた変わるし、うち祝いとかやったら、はい、うち祝いで書かはってもいいし、はい、そうか、ご両親に感謝して、なんかせっかくこんな立派ならはったんやさかい、なんかお給料で買って差し上げたらどうです。僕今まで一回もそんなしたことないですよ。絶対しなあかん、親には。そんな絶対しなあかん。何もしたことないよお前。うん、それはもう絶対しなあかん。いや、でもそう、ドラ息子やなお前。お前ドラ息子やで、それ。これ喜ばはるわ。いや、でもちょっと待って、何もやってんのか。俺やってますよ。何やってんねんな。ちゃんとね、やってます。そういう記念日とかに、親には何あげてんの。いや、仕送りしたいとかしてますよ。破れた靴下とか。お前喜ぶか。それで親は。ズクズクのタオルとか。お前言うた、間接的に言うてるよ、それは。お前ねえ、ねえ、もうお互いのこと冗談やけど、親絡んだ家族のことでも冗談、ちょっとけなされた気分悪いさ、それは言うたらいかんわ。そういうことや。なんか本人のことは言ってたよ、家族のことは言ってたよ。ちょっとやっぱカチッとくるときあんねん、冗談でも。冗談でも、はい、それを言うたらあかん。それ言うたらあかんけど、ごめんなさい、言うたげて。ごめんなさいって言うたげて。ごめんって。させそれどうしようかな。そっからまず考えないとダメですからね。あ、未来の、あ、未来の彼女に。お前なんか、そう、それまで取っとかはんねん。あ、ほんで初めてのプレゼントの時にこれ。全然売れへんかった。いや、待て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 、まだ見ぬ君へ。ええ、まだ見ぬ君、ほら、思い描いてるその女の子に対して何かあげたね。まだ見ぬ稚語でやっと会えたやん。やっと会えたし、あげんやさかいに、はいはいはい、その時にあげる。そうそうそう、それ素敵やわ。僕のすべてはあげるよ、マスミ。いや、素敵やわ。どうですか。これを結婚する時に自分に巻いて現れるんですよ。僕のすべて。いや、素敵ですやん。マスミ、どうですか。気持ち悪いし、いでもしょうもない。いや、気持ちが気持ち悪いわ。ええわ、一生懸命考えても、うん、しょうもないってね。いや、しょうもなくない。先生だからもう食いついてる。でもなんか分かりました、そういう
ちゃんとこういう感謝したりするっていうのを照れずに、大事、あの両手で合わせる気持ちが大事。こういうふうにね、僕も今までほんまに何回もお前のお母さんのこと言うてほんま悪かったと思ってる。それはあかんわ。さあせんやわ、ほんま。もう一生言わへん。言うていけや。いや言わへん、言わへん。言えって。いやいや、もうあんな不細工なこと、人のこと言うた、お前言うた野間先生、冗談であって、うん、違うね、なんか冗談はいいねんけど、お習字習いに来た時は精神を統一して一生懸命すると、子供らもこうやって真似する境に、締めるとか締める、抜くとか抜くってせんと。さぜーん、先生、いや、ほんまにはんなりした先生で、先生おいくつぐらいの先生ね、確か32歳やったと思うんです。僕と同い年、なんか私も叱られに行きたい。いや、叱ってくれましたね、京都弁でね、なんかね、ほっこりしますわ。で、先生はいろんなもの、あの、ショート、それ以外の多様なものをコラボレートして創作活動するという。教えてほしいな、ああいうの。あの、美空ひばり座のあの看板も先生が、ちょっと見ていただきましょうか、こちら、ドン。これ、先生のいろんな書体が、いろんなパターンの書けるのね、遊び感覚もあるしね。で、先生は普段はですね、出張のみで教えてくださるということで、出張で来ていただいて、いろんな作品を一緒に作ったりとか。でも自分の名前をかっこよく書けるのいいよね、あれ。いいですよね、バランスが分からへんもんな。一回教えて戻ったら書けるようになるんですよ、自分のポイントがあります。あと、だから精神的面もなんか先生教えてくれそうやね、はい、精神面も教えて、ほんで親にはちゃんと感謝して怒られとったんやったから。他のでも作ったんですよ、おとん用に。ちょっと見てもらいましょうか、こちら、おとんにあげるやつね。For you, ゾウ。シーゲオ。シーゲオ。うちの音、ユーゾー言うんですわ。先生。うん、まあ、なんか適当にやってる感じすんね。バレバレ。先生、お見通しや。すいません、本当に。さあ、ということで、今週も、ヤギくんがイラストを。はい。まあ、僕ね、今回、いろんな習字に、チャレンジしました。はい。書き初め。書き初めを、はい、紹介したいと思います。こちらです。はい、まあ、入選作品というのがありまして、まあ、佳作にこぼれ注意が入っております。銀書、銀書に読売京橋。いや、別に読売は京橋じゃないです。分かりやすいね。あ、金書、爪切りどこ、どっか行ってしまう。あ、特書に日曜の夜寂しい。確かに読み方おかしい、半分見たらってね。優秀、唐揚げ船、確かにね。いやいやいや、唐揚げ船見たことないからね。唐揚げ船は司会大変、確かに僕大変やったし。新人賞言うた方がいいんちゃう。知事賞、次回期待ということで、また来週いらっしゃい。何これ、何これ、もう構いようってお互いで構いようここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いや、今日もね、数々のいろんなこと発見ありましたけど、はい、あの、はい、ちょっと書道は勉強したいね。いや、字切れかったらやっぱり気持ちをね、ヤギちゃん結婚してお祝いとかにあげたら、はい、内祝い返さなあかんのよ。その時にほら、ヤギちゃん私にメッセージ添えてくれたら嬉しいもん。書くでしょうね、ヤギマスミって上にパビュって書くでしょうね。パビュ違う、謝れ謝れ、させーさせー、すぐ取るやん、ヤギちゃん、すぐ泥棒する。欲しがるな、ほんまに欲しがるて。違う違う違う、私ちゃうやん、また来週も。来週月曜日何するんですか。来週月曜日、なんとすごいですよ。え、受刑者が明かす刑務所内のびっくり私生活を。ちょっと待ってください、この方に黒田君の漫談を聞くという。黒田さん受刑者じゃないですよ。ねえ、ちょっとナルトムは月曜日ちょっと変わったか、もしかしたらちょっと社会派の切り口でお送りするかもしれませんからね。どういうことなんでしょうか、月曜日にならないとわからないですけど、お楽しみに見ていただければありがたいです。ナルトム金曜日、今日はここまでです。じゃあ